ポートレートトレ動画の撮り方5つの点から解説していきますどうも皆さんこんにちは映像クリエイターの資内で,ですもし初めての方がいましたら僕のチャンネルでは映像に関することを発信していますのでぜひチャンネル登録よろししくお願いします今日の動画ではポートレート動画の撮り方を5つの観点からお話をしていきたいと思います。 まず最初にポートレート動画っていうのはいわゆるこう人物を中心としたこうイメージ的なな動画になります、まあ、ポートレート写真とかがあるのでまあそれをイメージしてもらえばまあ大体そんな感じの写真がこう動くようになってそれを音楽をつけて動画にしたっていうのがまあいわゆるポートレート動画っていうふうに言われてますポートレート動画の撮り方を教えてほしいっていうコメントを結構頂い,いてたので今日はポートレート動画をまあ初めて撮られる方のための解説をしていきたいと思います。 したいなと思います。まず一つ目が機材選びについてお話ししていきたいと思います。まずカメラについて。でカメラはこういわゆるこういったミラーレス一眼レフが僕はいいと思います。でなぜならこうポートレート動画を撮るときにはやっぱりこう柔らかいこうボケ感のある絵というのがおそらく非常に重要になってくるので、でそれが可能になるのが やはりこういったミラーレスとかまあもっと大きい一眼レフとかそういったカメラが挙げられるかなというふうに思いますが、まあ、現行で言えばやっぱりもうサイズ的にも機能的にもやっぱミラーレスがこう圧倒的にいいと思うのでまずミラーレスをお勧めしたいと思いますミラーレス一眼の中にもフルサイズとあとは APS-C サイズのカメラっていうのがあってでこれらの違いは何かっていうと簡単に言うとセンサーの大きさが違います。 でこちらがあ詳しく1本動画出していますのでまあ、興味のある方はそちらをあの見ていただければと思います。カメラをやり始めとかまあ、初めてポートレート動画撮りたいという方だったらフルサイズの一番いいやつとかでもなくてあの APS-C のあの初心者向けのカメラとかでも全然問題ないですね。まずはそういったカメラから徐々にカメラに触ったりあとは撮影するのに慣れてもらう方が僕はいいかなというふうに思います。 具体的にカメラの名前を挙げていけば、まあ、使いやすさの観点でまずソニーを最初にお勧めしようと思いますでソニーのカメラの中でも、まあ、APS-C のカメラで、まあ、値段の一番安い部類である、まあ、α6400 それかまたは最近出た Vlog 用の ZV-E10 だったかなでそこら辺の機材っていうのが、まあ、入りとしては僕はいいんじゃないのかなっていうふうに思いますね APS-C なので、まあ、すごくコンパクト ですけどまあそれでもそれなりにこうボケ味は出せるので、まあ、そこら辺はいいかなっていうふうに思いますね。でソニーのカメラの持つメリットとしては、まあ、オートフォーカスがむちゃくちゃ優秀なのでこう例えばモデルさんがこう前に行ったりこう横に動いてもずっっと被写体をオーートフォーカスが追ってくれるんですねそうするとそのマニュアルでピントを合わせる必要とかもないので、まあ、すごく初心者の方にはむちゃくちゃ使いやすいかなっていうふうには思います。ソニーののカメラの中で、まあ、例えば α6600 とか あとはフルサイズになってくると、アルファ7。3とかアルファ 7c だとボディ内に手ブレ補正が入ってくるので、こう手持ちで撮影していてちょっと動いた時とか。でもまあちょっとしたブレというのを吸収してくるので、まあそういった意味でまあソニーのカメラというのは使いやすさの点ではお勧めしたいと思います。次にレンズに関してなんですけどもま結構レンズ選びの方が僕は重要かなというふうに思います。で、具体的に言えば、あの大口径レンズと呼ばれるあの明るいレンズが必要になります。フルサイズ換算で。 開放値が F2.8 より明るいレンズを僕はおすすめしますね例えばそのミラーレスとかのキットレンズとかだと F4 とか F5.6 とかまあそういった辺たりから始まっちゃうんですけどもポートレートを撮る時にやっぱこう被写体にフォーカスして背景をぼかすといったショットがすごく綺麗なので,でそれを可能にしてくれるのが F2.8 より明るいレンズになってきますね。 f1.8 とか f1.4 とか f1.2 があればまあもちろんなおさらオッケーです。その次にポートレートで向いている焦点距離なんですけども、まあ、僕は初心者の方には3。5mm から 50mm あたりのこの焦点距離をお勧めします。で、これはフルサイズ換算ですね。例えば aps-c 用のレンズだったら3。5mm の焦点距離なら1.5倍されて50ミリになるのでまあ、そうやって考えていただければと思います。なぜ35から50ミリがいいかって言うと。 あのまあ、35より広角になってくるとこう。多分初心者の方にちょっとこう。広すぎるポートレートになっちゃうんですね。広角になるとボケっていうのも若干弱くなって少しこう。ジャーナリスティックなこう。全体にピントがあったような絵になりやすいですし。しこう余計なものが映りやすいので,でそういった意味で35あたりがポートレートの撮影にはまあいいのかなというふうに思います。5。5mm 前後になると、もう少し画角が狭くなってでよりこう立体感が出てきます。 で、50mm あたりがまあ非常にポートレター、本当に綺麗ですね。ただ、若干その画角が狭くなるのとで、ややこう標準から中央円に入りかけていくのでで、少し手持ちとかの場合だとブレが出やすくなりますね。なので、まあ本当に初心者の方だったら、おそらく3。5mm が使いやすいかなっていうふうには思います。 まあそれでも 50mm ででで、も全然撮影がきるとと思思うのの、まあ、そこら辺の焦点距離を考えていいただければと思います。写真のポートレートでよく使われる 85mm とか 135mm は、まあ、特に初心者の方にはちょっと難しいですね。まあ、85mm ならまあなんとか手持ちでいけなくもないっていう感じなんですけど画角もすごく狭くなるしあのそれこそ中望遠なのでもうすぐブレるのでこれ結構初心者には難しいですね。 でそういった意味で、まあ、動画だと、まあ、50mm あたりがだいたい個人的には使いやすさを考えてベストですけど 35mm ぐらいのやや広角気味のレンズでもあのすごく扱いやすいかなっていうふうには思います。でポートレートの動画の撮影にはあの可変 ND フィルターを用意された方がいいかなっていいう,うに思いますなぜ ND フィルターが必要かっていうと光が明るい状況であの大光圏レンズの明るい開放値のある F2.8 とか F1.4 のレンズを使うともう光の取り込む量が多すぎてそれで白飛びをしちゃうんですよねで。ポートレートだとやっぱこうふんわりさせるために開放に近い F 値を使うんですけどもまあそうする時にやっぱこう ND フィルターがないとその設定はちょっと難しいですね。ND フィルターにも「可変 ND」って言ってフィルターの,その暗くなる度合いを変えれるフィルターとあとは固定式の ND フィルターっていうのがあります。 こちらの可変の方はちょっと高いんですけども、やっぱあの利便性は抜群にいいので、まあ、こちらはお勧めしますね。次2点目にポートレートの設定の時のカメラの設定についてお話しします。まず、カメラの露出設定なんですけども、これまあ、カメラに詳しい人。僕全然カメラに使い慣れている人はまあ、もちろんマニュアル設定でやってもらうのが多分一番いいです。 ちょっとカメラまだ使い慣れてないとか、まあ、初心者の方だったら、あのー、絞り優先モードの、まあ、A とか AV とか書いてあるここにあるマークですねでそれに合わせて使用するのがいいかなって思います。でそれで自分が設定したいボケ具合例えば F1.4 にしたいとか F2.8F4 で撮りたいとかそうするとその絞り値だけを決めて後の露出いわゆる明るさっていうのをカメラが自動的に決めてくれるので、まあ、それすごく設定が楽になります。 でまあ、カメラに詳しい人とかでも、まあ、パッパッと撮影したい方とかだったら全然あの絞り優先で使ってで必要に合わせて、まあ、ソニーの場合だと AEL ボタンっていうのがあってこのボタンを押すとそのカメラが明るいとこを向いたり暗いとこに向けてもその絞り優先でも 明るさが変わんないんですねでそうするとマニュアルのように使えるので絞り優先に設定しておいて必要な時に AEL ボタンを使ううとマニュアルのように撮影できますでただこう夕暮れになってきたりとかちょっと室内の撮影で,で人工の光がある場合 LED とか蛍光灯とかがある場合にはマニュアル設定で撮るかシャッター速度優先モードにしてで東日本の場合だと1 50分の1秒で西日本の場合には1 60分の1秒にシャッター速度を設定してください。 でフリッカーというのが起きますでフリッカーというのは蛍光灯とかライトにはこう周波数っていうのがあってでその周波数に合わせて設定すると1 50分の1東日本で1 60分の1西日本に設定するとチチカチカした現象というのを防ぐことができますで次にフレームレートなんですけども、まあ、フレームレートっていうのは1秒の中に何枚の静止画が入ってるかというふうに意味になって。 基本的には書き出しの設定編集の設定は24フレームに設定するのがいいですねでなぜなら24フレームっていうのがだいたいこう映画とかで使われるフレームレートでこう一番滑らかにブレが出て美しいって言われているからです、まあ、僕は通常の撮影だと24フレームをお勧めしてるんですけども、まあ、初心者の方がポートレートの動画を撮るって考えた時には60フレームあたりにあの撮影の設定をしておくのが使いやすいかなというふうに思います で60フレームって言ったら1秒間の中に24フレーム必要なところ60枚の写真が入っているので引き伸ばしても動画がこう角つかずに見れるので,でそうなるとあの60フレームあたりがちょううどいいいかなっていうふうに思います120フレームに設定してもいいんですけどもそうすると120だともう少しこうダイナミックな20%ぐらいまで落とせるのかな。 超スローモーションできるんですけども弊害も結構出てきちゃってより光が多くなったりとかあとはこうノイズが出やすいとかでそう思うと60フレームあたりののが僕は使いいいいやすすかなっていう,ふうに思いますねでソニーのカメラの場合だとピクチャープロファイルはあの色をいじりたい方は SLog2 とか SLog3 のログで撮影してであとは PP10 の HLG とかもすごく使いやすいと思います。 ちょっと初めてカメラ使ってそのカラーグレーディングとかも全然わからないっていう方がいればもうその最初のままの設定あの PP0PP PP オフとか PP1 そこの設定であの僕はいいと思います。 でもちょっとその設定だともしなんサイドが強すぎるとかコントラストが強すぎるって思えば PP6 のシ PP ネ2またはシネ4っていうのがあるので,、ね、でそこら辺に設定するとこうややサイドとかコントラストを落とした状態で撮影できるので,で編集の時点でそこだけいじってあげるだけで結構綺麗な色が出てきます。でまず最初にあの、まあ、ポートレート動画をやる際にいろんなアングルを撮りましょう。 それはどういうことかというと、まあ、モデルさんがいてで前から取ってあげるで次に後ろから取ってあげるで次に横から取ってあげるで次に斜め方向から取ってあげる、まあ、それだけで結構いくつかのパターンが出てきます。 やっぱりこう初心者の方ってこう気づいたらずっと後ろからのショットとかずっと前からだけのショットになるのでその一つのシチュエーションでもう必ず前後ろ横斜めを押さえるぐらい撮っておくとだいぶ幅が広がってきます。で撮り方2点目なんですけども引きのショットいわゆるロングショットですねこうたくさん風景が写ってるような絵とあとは寄りのショットっていって顔をアップで撮ったりとか手をアップで撮ったりとか。 足元とかこう小物をアップで撮ってるようなそういう寄りのショットっていうのを撮っていきましょうで、この寄りと引きのショットがあると全体にバランスが出てきますねで、例えばそのロングショットって呼ばれる引きのショットばっかり使ってるとなんか同じような画角ばっかでなんか飽きがきやすいんですよね でしかも似たような構図で似たような絵を撮ってると見てる人からしたらなんか間違えてその絵を使っちゃったようなこうジャンプカットな印象になってしまうので例えばロングショットで遠くから撮ってあげてで次にこうグッと手だけに寄ってあげるとかでそういう風にしてあげるとだいぶ映像の中に緩急が出てきてでずっとこう視聴者さんを釘付けにできるような感じになります。 次3つ目に、まあ、アングルを変えてて撮影ししいきましょうで例えば高めの位置から撮ってあげたりあとはちょっと下めの位置から撮ってあげるっていうふうにすればあのまたバリエーションが生まれてきますでなんか例えば階段とか,なんか段差があるような場合だったらちょっと自分だけ上に登ってで上から下に向けて撮ってあげるとかあとはちょっと広角のレンズとかでやや下目からこう青って撮ってあげるとそのよりこう迫力のある感じにもなるので、まあ、そうやってアングル変えて撮るのもいいですね。 次4つ目なんですけども体のよく動くパーツを見つけて撮影しましょうで体のよく動くパーツって何かといえばもうまずこれですねこの手はよく動くんでこの手をまず取ってあげるでその次にこう顔とか口とかここら辺もよく動きますよねなので顔も取ってあげるでそれから足元はやっぱ歩いたりするので,でよく動きますでまず基本的にはその 手、足、顔、この3つを押さえるのは大切で,でそれから例えば女性がモデルの場合だったら回った時にこうひらひらなるスカートとかあとはスカーフの動きとかピアスとかイヤリングがこうちらっと揺れる瞬間とかそこら辺を狙って撮っていきましょう。でもしちょっと接写ができるレンズがあれば例えば口元とかあとは目とかでそこら辺も動くものなので,でそこら辺を狙って撮っていきましょう。 で、ポートレート動画でアクションっていうふうに思うんですけども、やや面白みに欠ける動画って言ったら、やっぱこう、基本的にほとんどその被写体が動きがない場合ですね。突っ立ってたり、こう座っているところを、こうひたすら撮影しても、やっぱ結構動きがないと、なんかやっぱ写真のようになっちゃうんですよね。個人でちょっと思うとこは違うかもしれないんですけど、まあ僕が思うに、やっぱこう、アクションがあった方が面白いですね。多くのポートレート動画が、まあ基本的に歩いて。 止ままるみたいいいいいななのののがが多いんで歩くく以外のアクションをやっぱ探していくのが僕はコツかなっていう,ふうに思います、まあ、例えばですけどこう座るアクションとか、まあ、どっか歩いてってなんかどっかに座ってもらうとかで座る時には結構いろんなこう手が動いたり足が動いたり例えばちょっとだけスカートが入れるとか、まあ、そういうことがあるのでちょっと座ってもらうっていうのは1個のアクションだしあとはなんか嬉しいことがあって走ってもらうとか。 で走ってもらってる中でこう楽しそうに走ってもらっててでそこら辺をスローモーションに撮ってあげるとあの後から見返したら結構それはあのいい感じになったりするのであの髪も揺れたりしますしでそういうのもおすすめですしあとは回ってもらう例えば後ろから撮っててで回ってもらうとそこでスカートとかあとは髪の毛がふわってなったりするのであのどこかで回ってもらうっていうのもありですね。であとは簡単なところで言うとあとは髪をかき上げる仕草 とかあとは何かを触る例えばちょっと花を触ってみるとか葉っぱを触ってみるとかあとはなんかカフェの小物を触ってみるとか、まあ、コーヒーを持つとかでもいいんですけど、まあ、そうなるとその持つっていう行為であの少しだけアクションが生まれまれすでい、まあ、うとだいたいこんなところであとはその撮影してる場所の空気感を作ってるものを探すといいですね。でそれをちゃんと押さえていきましょう。 例えばその場所にあるあの草木を取ってみたりとか、あとはなんか面白いオブジェがあったりとか、人物だけじゃなくてどういう場所なんだっていう空気感を伝えられるあの映像になっていくので,で、そういった意味でここの雰囲気は何によって構成されているんだっていうのを考えてで、そういった小物を撮影していくっていうのは大切ですね。そして最後にそのポートレート動画のおすすめの撮影時間についてお話します。 でまあ、個人的にはもう朝方もしくは夕方のこの日が昇ったり沈んだりするこの時間がおすすめですね朝はまあ難しいケースが多いと思うんで、まあ、夕方の例でお話をすると、まあ、日が沈む前前だいいいいた2時間ぐらい前からか撮影していくのおすすすめですねオレンジ色の太陽の光で、ね、それに合わせてちょっと透明性のある絵が撮れますし日が沈んでからだとちょっとトワイライトって黄昏の色になって で空がピンクとか青になるんで,でそうするとこう街の街灯もついてきてで雰囲気もまたちょっと変わってくるしで日が暮れて1時間ぐらい経つともうかなり暗くなるので,でそうすると夜っぽい雰囲気になるのでそうするとその夕方日が沈む2時間ぐらい前から日が沈んだ1時間ぐらい撮るとその光の色でもだいぶ変化が出てくるので,でここら辺の,あの時間っていうのはおすすめしますね。 というわけで今回の内容はポートレート動画を撮るための5つのヒントについてお話しでした。というわけでもし本日の動画がお役に立てれば高評価ボタンよろしくお願いします。まだチャンネル登録されてない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。引き続きあの役に立てる映像の話をしていきたいと思います。それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。